8小節3本勝負、先行アルキョ高校トヌマロノエ、レディーゴー。俺は自分がラップが上手いとは思ってないし、1回戦もシャルク君に勝ったと思ってない。だけど負けた分の思いも背負うから、ここでもやれるだけやれる、かましてやるだけ。つまりロノエ君、あんま知らない君のこと。でもそれは俺が悪い、詳しくないんだよ VTuber。 あとサイファーに参加できなくてほんとすまんかった。社会人ラッパーも楽じゃねえんだわ。俺も仕方ないな、あんまサイファーいけてないからって。まあそういうこともあるが、まあ結局そういうことができなきゃ口ふさごうじゃなく、俺らの名刺はスキルだろ you know。 別にいい、俺のこと知らなくてもここで知る、それができる、それがバトルだろ。だけど俺は自分で言うよ、あくまで勝ったこと、お餅を置かずに勝利を誇る。お餅はよく噛まない、殿の妻でおじいちゃんも死にかけたことある。あとスキルが名刺って言ったけど、それじゃ名刺に作れないし、それ VTuber じゃなくて普通のラッパーでいいじゃん。内容がほとんど身内仲間同士のイチャイチャに聞こえちゃってしょうがない。 VTuber の意味ある？それだったらそこら辺のバトルにエントリーすればよくない？大丈夫、俺意味ある、常にバーチャルシリアス、バーチャルの近く常に立ってやって意地がある、そういうことを言います。俺は残念ながらもバーチャルラッパーとしてここに立ってる。分かってる？分かってないならガッテム頭ガッテク。まあそういうこと、あんたが言いたい気持ち分かるよ。俺も周りに思ってた、バーチャルラッパーの意味あるか。その上で俺は言う、 VTuber として生きがるわ。 VTuber として生きがるかっていうところでやってることがあるとして、ここで MC バトルをすることに意味がある。だったらもうちょっと VTuber の話もしたところで、話の広げ方、面白さ、引き出しの奥深さを見せていかなきゃダメだ。ライカハーチャマみたいにラップできるアイドルもたくさん増えてる中で、ラッパーを名乗るくらいはスキルは確かにないと説明不足だし、力量不足も否めないけども、 VTuber であるべき理由は、しめがめら、 VTuber である理由、 VTuber 閉鎖された空間、画面越し、全員コロナ、俺だって今熱があるよ。そんな奴らも楽しめる、画面越しでもリアルが熱くなんだ。それが VTuber である理由だろうがよ。それが分かってねえからグダグダ説教してだけならば黙ってくんないかな。そういうとこ分かっちゃない、言っときゃはーちゃまっちゃま。俺に勝てるのはまだだったな、マダファカー。先行高校入れ替わりまして、先行音沼ロノエ、高校アルキョで8小節3本勝負いきたいと思います。レディーファイト。バーチャルである意味を人に問うたくせに、人の名前出してバーチャルの名前を問うのか、人の名前出すのか、そういうの勝つよな。ほんと一個言っとくよ、かぐるのかあるのか、覚悟が。勝とかどうとかの話じゃねえ。お前は何が言いたかったんだ？調べなかったのが悪いって自分で言っただろ。調べてくれよ。死ぬほど VTuber としてやることやってんぞ。じゃあ具体的にやることやってんぞって言うんだったら、知らない俺だって知らなきゃおかしいのよ。だって俺ハーちゃんは知ってるし、ブギモンも知ってるし、その上で君が初対面だからおかしいっつってんの。口だけだったら誰だって言えるし、バトルで生きがったりはかっこいいし、勝てる確率も上がるだろう。だけど実績と功績が成り下がってないし、君のリツイートが回るの見たことない。つながりの違い、それは仕方ない、知らない、それは仕方がない。お互い様、一つ言うなら VTuber として音楽フェス出して5位取りました。これでいいですか？ 5 位なんて生きがる結果じゃないし、自分で言いたくねえんだよ。なのにてめえが言わせやがって、クソみてえなこと。じゃあおめえは逆に何してんだ？俺もお前のこと初めて見たよ、ごめんな。ごめん、じゃあちゃんと言うわ。最近やった仕事言うね。俺ライブは2本ぐらい出て客演2曲ぐらいやって、確かに今ラッパーか言われどうかって言われたら、どっちかっつったら動画の方が有名なんだ。あとホロライブの人に作詞提供、森カリオペのラップディレクション、最近あとケイソンさんの作詞提供もしました。これでどうですか？君が君である理由はどこに見えるのって話。他の人マジでつまらない。お仕事一緒やね、お金もらえて、それ以上のもんを見つけに来ました。 Yeah ライブ増高言うならエンタス秋葉ぶち上げました。おい勝手に言うよ、頑張るなって。秋葉で起こしてバーチャル革命。お前が最初仕事の話したのになんで急に切れ出すの？俺が積極さえ、それはしょうがない、老害になるんだよ。君も俺も未来の話、過去の話、どうでもいいけど疎いんだわな。でも怒りすぎだから取っとけカルシウム。俺はこのまま勝利街道爆進中。終了です。マジで熱いな。さあ、ここで、勝敗決めていただきたいと思います。先行音沼ロノエ高校アルキョで、投票の方をお願いいたします。はい、そして結果出たようですので、結果提出させていただきます。こちらです。
先行で音沼ロンの勝利です。はい、お叫び上がりました。マジでめちゃくちゃなグリーンです。ありがとうございました。ありがとうございました。こちら、評価の方聞いていきましょう。そしたら、フラさんから順番にすいません。解説の方お願いします。まあこれ延長だよねっていうのも、はまあちょっと話してて延長だよねってなったんですけれども、延長に僕がした方がいいんじゃないと思った理由が、これって